ネタバレ予告第4週は、鈴子たちは会社との対立によって精神的な柱を失ってしまう。その後、香川にある母の実家に行った鈴子は驚愕の事実を知る。 USK 梅丸少女歌劇団を運営する興行会社梅丸と対立することになった鈴子と団員たち。山寺に立てこもって稽古を続けながら規則正しい生活を送り始めました。事情を知った寺の住職や地元の人々が団員たちを応援します。また鈴子の両親梅吉とツヤが他の団員の親たちと共に差し入れを持って現れました。鈴子は応援してくれる両親に深く感謝したのでした。鈴子たちが立てこもる山寺に梅丸の社員がやってきました。なんと団員たちの要求を全面的に受け入れると約束します。喜びを爆発させた団員たちは2週間ぶりに山を降りて自宅に帰ったのでした。気持ちも新たに稽古場に集まった鈴子たち、次の公演に向けて士気が高まります。しかし鈴子たちをどん底に落とすようなことが決まりました。なんと会社が団員たちの要求を受け入れる交換条件としてストライキを主導したトップスターの対話玲子と立花葵が責任を取って対談することになったのでした。鈴子をはじめ団員たちは激しく反発しますが、結論が覆ることはありませんでした。強くたくましく、泥臭く、そして艶やかに玲子の意志を継いだ鈴子は後輩たちの指導に力を入れるのでした。母ツヤの妹のタカから花田に手紙が届きました。その内容はツヤの実家の手袋工場の得意先で地主の次郎丸家の法事に鈴子に出席してほしいというものです。気が進まない鈴子でしたが、ツヤに促された結果弟陸路を十香川に向かったのでした。ツヤの実家に行った鈴子はそこで祖母トシおばタカ父たちから大歓迎を受けるのでした。次郎丸家の法事に出席した鈴子、そこでは和一の息子である菊三郎の法事が行われていました。そんな中で鈴子はやけに親しげに接してくる和一に違和感を覚えます。すると祖母タカが口を滑らせました。なんと鈴子の本当の父親は菊三郎だと明かしてしまうのでした。さらに母親もツヤではなく別の人だと判明嘘や、鈴子は頭が真っ白になるのでした。第4週では2つの衝撃的なことが鈴子ちゃんを待ち受けています。桃色葬儀と呼ばれたストライキを決行した梅丸少女歌劇団の団員たち、入団してすぐに玲子さんのダンスを見て自分もあんな風になりたいやと頑張ってきた鈴子ちゃんにとっては目標を失うようなものですよね。この悲しみをどう乗り越えて玲子さんから指導してもらったラインダンスを観客に届けるのかに注目です。そしてもう一つの悲しい出来事は鈴子ちゃんが両親の故郷香川へ行ってから発覚します。なんと鈴子ちゃんの本当の父親は梅吉さんではなく、すでに亡くなっている次郎丸家の菊三郎さんだというのです。放送が始まってからずっと仲睦まじい花帯の様子からは想像もできない展開でした。しかし第2週で弟陸郎くんが Y と姉やんはほんまの指定やないかもしれへんわと話すシーンが登場します。この時の陸郎くんは銭湯の常連アホのおっちゃんから鈴子はクジラの子で陸郎はカッパの子だと言われているのです。おそらくアホのおっちゃんは香川から出てきたばかりの梅吉さんやツヤさんを知っていて、そのあたりの事情も聞いていたのかもしれません。鈴子ちゃんの本当の父は地主でお金持ちの家柄であるためクジラの子、一方の陸郎くんは仙道を営む家の子だからカッパの子と表現したのかもしれませんね。このことから
第2週でアホのおっちゃんにより貼られた伏線が第4週の次郎丸家の法事で回収されそうです。2つのショックな出来事と向き合わなければならない鈴子ちゃん、いつも笑顔で頑張っていますが、第4週の展開を考えると珍しく沈んだ表情も多くなるのかもしれません。以上、ブギウギ4週の週刊ネタバレあらすじ予告情報でした。